手軽でいいですね。ハッシュドポテト。美味しいよ。ハッシュドポテトにデミグラスハンバーグ。ハッシュドポテトがうますぎる。次、ハンバーグいきます。薪になる小枝が使い切れないほどありますね。こんばんは、薪に不自由しないですね。青竹も燃やしちゃいましょう。生に燃やしてやりましょう。家から持ってきた引き出し燃やしちゃいましょう。下手な、下手が下手なんだよな。ノコで切ります。燃やせ、燃やすのだ。シューマイまだありました。食べましょう。車は車で、あとは荷物持って場所取って。火が傾いて寒くなってきました。火を燃やしましょう。鶏肉を焼きます。鶏のもも肉です。油の弾く音が最高。もうすぐ5時です。日がだいぶ伸びました。寒い。粗挽きソーセージ、舌触りがいいね。フラットで眠りやすそうですね。ちょっとここ斜めかな、広いですね。さすが。日が暮れる前にベッドをメイキングしなくては。牛、ハラミ食べます。焼きすぎないように。うまいうまい。残り汁で卵焼き、そしてまた肉を食べる。相方がご飯炊きました。炊きたてに焼肉最高です。しかし寒い。川から上がってくる風が冷たいです。
相方は何を作ってるんでしょうか。これは私の焼肉飯。煙。煙。風向きが安定しません。煙で苦しいです。相方は札幌一番塩ラーメン。自分はマルちゃんワンタンスープ。ラーメンもうまそうですが腹いっぱいでして。食事も終わって寝る準備に入りましょう。火の始末もちゃんとしないとね。今、10時です。車の中は暖かいです。半端なく寒い河川敷。煙を吸いすぎて苦しいですね。煙を吸いすぎて苦しいですね。寝る前にトイレ行きますね。さあ、寝ましょう。おやすみなさい。あっという間の朝7時です。さすがに車中泊、寒くなかったです。多分ね、難しいですよね。
丈夫です。助かります。はい、1,100円お返し。